こんにちは、ウーパン工房のうくんです。今回はですね、はるはれさんという方からリクエストをいただきまして、フランスアンパンを作っていきたいと思います。リクエストをいただいてだいぶお日にち経ってしまったんですけど、前回のパウンド型あん食パンに引き続きあんこを使ったパンを作っていきたいなと思います。皆さんはフランスアンパンと聞いてどういったパンを思い浮かべますかね。名前にフランスってつきますよね。なのでちょっと普通のアンパンよりも生地を固めにしたいなと思いますので、今回はフランスパン強力粉を使って作っていきたいなと思います。フランスパン専用強力粉がない方は強力粉と薄力粉を8対2の割合で代用できますので、その方法でやってみてください。そして今回のフランスアンパンはちょっと変わった形してますね。なんかね、膨らむっていうより潰れてるって感じなので、ちょっと変わった作り方になるので、最後までご視聴の上作ってみてください。今後もいろんなリクエストにお答えしていきたいなと思いますので、実際に動画にして実行するまでちょっとお時間いただきますが、どんどんリクエストをいただけると嬉しいです。それでは早速作っていきましょう。材料はこちら。はい、それでは材料を混ぜ合わせていきます。強力粉が入ったボウルに砂糖、塩、ドライイースト、この3つを加えたら軽く混ぜ、この中に35度で温めたぬるま湯を加えていきます。そしたら水気がなくなるまでかき混ぜていき、続いて粉気がなくなるまで手でこねていきます。今回はバターを加えないので、まとまってきたらこね台の上でこねていきます。はい、台の上では5分間しっかりこねていきます。今回はバターが入ってないので、あんまりね伸びは良くないですが、できるだけこねてグルテンを形成させます。はい、そしたらこうやってね伸ばして切れにくくなったら OK です。表面に張りが出るように綺麗に丸めていき、一次発酵に入ります。ボウルの中に生地を入れ、ラップをしたら200ワットのレンジで30秒発酵させていきます。はい、成形ですね。軽く生地を平らにし、スケッパーで分割していきます。今回は6個作りたいので6等分にします。そしたらいつも言っている切り口を隠すように丸めていきます。切り口が出てしまっていると、そこからガスが発生し膨らみにくいパンになってしまいます。手のひらでコロコロっと丸めて、他の生地もきれいに丸めたらベンチタイムに入ります。ベンチタイムの際は濡れた布巾を上からかぶせ、生地が乾燥しないように5分間休ませます。はい、そしたら成形の前にあんこを小分けにしていきます。今回はこしあんを 300g 使うんですが、生地が6個なので 50g ずつに小分けしていきます。あんこをラップで包み、くるくるっと丸めて成形しやすい状態にしておきます。そしたら成形ですね。生地を裏返し綿棒で広げていきます。この時に注意ポイントですね。生地を広げる時に薄く伸ばさないようにご注意ください。あまりにも薄く伸ばしてしまうと、あんを中に入れ包む時に片方の面だけ薄くなってしまうんですよね。そうすると焼いた時に破裂してあんこが飛び出してしまうので、広げる大きさはあんがちょうど包みやすいぐらいの大きさにしてください。では中にあんこを入れていきます。先ほどラップで分けておいたのでとても楽ですね。あんこを中心に乗せたら、生地を引っ張る感じで中心部分に集めていきます。やり方はいろいろあると思うんですけど、僕の場合はまず4つを集めて、余った部分をさらに中心でつまんでいきます。はい、こんな感じで6つすべて包み終えたら成形はおしまいです。はい、では二次発酵ですね。オーブン皿に生地を乗せたら、40度のオーブンで25分発酵させていきます。はい、発酵が終わりました。それではここからある方法で焼くことであの形を作っていきます。まずこちらクッキングシートを上に乗せるんですが、すいません、ちょっとストップ。僕ごまをね乗せるのを忘れてしまっているので、ごまを乗せたい方はこのクッキングシートをかぶせる前に、生地の表面にごまを乗せてからクッキングシートを上からかぶせてください。はい、そしたら、はい、こちらですね、オーブン皿、2枚目のオーブン皿を上にかぶせるんですよ。こうすることで焼いた時にあの形になります。はい、この状態で200度で予熱したオーブンで15分焼いていきます。はい、焼き上がりました。どうですかね、見事に潰れた
平らな形をしてますね。表面もねちょっとね硬い感じですね。ゴマがね乗ってないのがちょっと寂しいですけど、実際に中はどうなっているのか切って確かめてみましょうか。はい、中身オープン。おお、ちゃんと入ってますね。あんこぎっしり詰まってますね。この形だとね食べやすそうですね。では食べてみましょう。いただきます。うん、美味しい。生地がねいいですね。この感じ、まあ、よくある普通のあんパンはふわふわな生地なんですけど、バター使ってないので、ね、やっぱりハード系ですね。どっちかというと中のあんこがねしっとりしていて、とってもねパン生地とのね相性抜群です。僕としーちゃんはねコシアンが大好きなので、今回コシアン使ってますが、中に粒あんを入れてみたり、アレンジでね今の春の季節にぴったりの桜あんをね入れてみてもとてもいいと思います。ぜひ自分風にアレンジして作ってみてください。皆さんこんにちは、ウーパン工房のしーちゃんです。それでは本日もしーちゃんの採点に入っていきたいと思います。本日の採点はじゃじゃん、こちらです。本日は見ていただいて分かる通り全て満点になっています。まずは味です。今回はフランスアンパンということで、少し生地がハード系になっていたんですが、中のあんがしっとりしていて、外のハード系と中のしっとり感でとてもバランスよく美味しくいただけたので味は満点です。そして続いて形です。フランスアンパンは少し潰れた形になっていると思うんですが、オーブン皿を使って上手に均等に美味しそうなパンになっていたので、こちらも3点になります。そして最後に手軽さ、楽しさです。今回も1時間パンということで手軽なパンになっていました。いつも言っていますが、自分で手作りパンということになると好きなだけ中に具材を詰めることができますよね。今回のフランスアンパンもうーくんたくさんあんを入れてくれたので本当に美味しいパンになりました。9点ポイント中9点という満点になります。そして今回の加点ポイントです。今回のあん食パンは出来上がってから私の姉夫婦に持って行って試食してもらったんですが、子供たちも本当に美味しそうにパクパク一瞬で食べてしまって、うーくんのパンで幸せいっぱい運べたなぁとすごく嬉しかったので、今回は加点ポイントを加えて花丸200点になります。いつもうーくんのパンを何気にパクパク食べているだけのしーちゃんですが、今回うーくんのパンで幸せに笑顔になってるみんなを見て、うーくんのパンを食べられるしーちゃんは本当に幸せだなぁと改めて感じました。うーくんいつもありがとうございます。うーくんありがとう。はい、ということで今回のしーちゃんの採点でした。またね。はい、今回のフランスアンパンはいかがでしたでしょうか。見た目もねちょっと可愛いですよね。あんなが潰れた感じが。今回はオーブン皿をね2枚重ねて潰したんですけど、フライパンで片面ずつ焼く、ひっくり返してあえてね平らにすることもできるみたいなので、もしオーブン皿が2枚ないよって方はフライパンを使って作ってみてください。僕のチャンネルでは時短レシピ、そして検証動画などね、皆さんのパン作りに役立つ動画を日々アップしておりますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして YouTube 以外にも Twitter、Instagram やっておりますので、ぜひ説明欄にアカウント載せてますので、そちらからフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。